はい、どうも皆さん、こんにちは。佐島清志郎です。ちょっと体出てんな。やめとこう。最近はね、寝ながらのスタイルでやっておりますが、ね、もう寝たきりになったんじゃないかと。いや、そういうわけじゃないです。いや、この動画を見る頃にはね、まあ、なんつうかね、動画全然上げてないんですよね。いや、どれくらいだろう、上げてないの。なんかもう8日 ごめんなさい。教養というかね、そういう基礎的なものがしっかりできてなくて、もう8日と、ね、八日だっけ？八日のことを8日って呼んじゃうんですね。やばいよ。あとチャンネル登録者170人のうちに、そのね、170人雑談っていうのをやらなきゃいけないのね。僕が最後に残した、生放送がトレマップ集会でございます。6月22日ですよね。すごいね。もう10日ですよ。まあ9日？やば。9日ですし、動画だけに関してはもうちょっと。うお。11？ ですよ、11日。3分の1、1ヶ月ですよ。やばいですね。動画投稿しなさすぎ。これひどいね、本当に。まあね、理由は単純になんかやる気出ないっていうのと、やる気出ないっていうのなんですよねっていう、なんか岡本太郎的なね。てか岡本太郎さんが本当にこういう、癖なのかわかんないしね。やっぱり大好きなものはステーキとか、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 ステーキですね、みたいな感じで言ってんのかわかんない。し、そうなんです。俺、ステーキ食いに行ったんですよ。そしたら、まあね、1ポンドね、1ポンドですよ。まあ、450g。450g は正式に1ポンドじゃないらしいけど、まあ、めんどくせえよな。なんか、何十に何グラムっていうね。その、まあ、450にしとけよっていう、その、何のための区切りなんじゃと。まあ、思いますが。まあ、ステーキ食いに行って1ポンド食ったら食えなくなってたっていうことで、もう僕は1ポンド禁止します。なんで、ワンポンド禁止雑談っていうのもやっときますんで、ちょっとメモしときますね。こっち、見えてないよね、スマホ。スマホは画面映しちゃダメですからね。やっぱりその個人情報的なもんでね、っていうね。ああ、もうね、つまらない男になったな、セルフィーを撮る。写真かいってね。あー、くそ。あ、まあ、いいか、横画面で。ワンポンド封印雑談。顔汚ねえなっていう、それだけを動画にするっていうね。はい。かい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 。すごい顔汚い。みんな見るっていうので、スマホの画面を映したがゆえに、スマホをハックされた男っていうね。そこそこ前例のある悪いこと、失敗をした男って。いいな。結構キレあんの、俺。やっぱキレキレだな。体はもうやべえもんな。ドンキの中のドンキみたいな図体してんのにな。まあ、切れ味なさおですが、ツッコミの切れ味はね、どんどん増していくと。はい。この動画の方式なんだよってね。いや、その、斬新な動画作ろうとしすぎだよっていうね。その、天の声じゃなくて、地獄の声雑談っていう、お、地獄の声雑談いいな。この動画俺見返さないんで、まあ、この動画復活雑談ですよね。ちょっと待って、ちょっと待って。お兄さんなんて絶対言わねえから。もう、死んでも言わない。久しぶりでーす。復活雑談。俺、どこ見て喋ってんだよっていうね。こっちの。まあ、もうカメラも見て喋れなくなるっていうね。人の目見て喋れないんでね、もう。なんだっけ。ああ、もう忘れたじゃねえかよ。ああ、もう、それだけ、ちょっとね。久しぶりに。底のけ、底なけ、かまいたち、いや、お前たち雑談。もういいや、忘れた。うんちブリブリブリザード。そう、最近なんか、うんちブリブリ音頭っていうのをね。まあ、音頭じゃないけどね。うんちブリ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 ダップンダップンダーダップンダー。うんちブリ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 ダップンダップンダップンダーダダダブブブダダダブブダ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 
動画自体はむちゃくちゃでもう5本投稿してから2日なんですよね。
もう本当にサボってます。単純に YouTube のやる気がなくなったのかっていうと、まあやる気がないように見えるんですけどね、やる気ないと思うんですよね。いやでもなんかね、その言い訳とかじゃないんですよ。そのなんだ、言い訳するわけじゃないんですけど、言い訳に聞こえると思うけど、そのなんつうんだ、言い訳っていうのはその自分ができないのを正当化しようとするのなんですよ。でも俺がやってるのは趣味なんで、俺がやってるのはって、そう、困った時に俺声高くなっちゃうんですよね。ちょっと頭を使い始めると声が高くなるんだぞっていうね、そのジャパハリネット高田明太子。あ、すいません。ね、羽島清志郎のツッコミづらいボケが出ました。ジャパハリネットのなんか哀愁交差点って俺全然聞いたことないんですよ。なんかね、ブルーハーツ聞いてたらこうやって言ってて、え、そんなすごいの？って思ったら、まあって感じでしたし、マスミサイルもいいですよねって言うけど、やっぱり、クロマニヨンズ。で、こうやれよ、クロマニヨンズファンだ。こっちか。こっちか、こっちか、わかんねえ。で、その、クロマニヨンズファンだったらこうやれってね。はい、押し付けです、意見の。話が脱線に次ぐ横転でございますがね。すごいな、今日。羽島清志郎的正統派トークじゃん。すごい、今、正統派トークじゃん。ってところが、水溜りボンドの富吉？なんだっけ？富永一智さんことトミーさんの何々じゃんのね、が感染していることが発覚いたしました。まあ、こんな感じで羽島清志郎はね、ちょっとね、初見の方にはね、少し恐怖を覚えるような、ちょっと気持ち悪い、お話し方とか、お話の内容します。はい、それは本当ご了承ですよ。で、最近チャンネル登録者がね、170人になったんだよということで、次の雑談だ。あ、そうだ。あのね、あ、これね、アフタートークみたいなのだから、これパクパクっていうのね、俺のおばあちゃんがよく見送るときにこれやってくれたんですよ。わあ、おばあちゃん面白いなって思ったら、ゲームイズの、まあ、トリクル攻略班の母さんも終わるときこれやってたんですよ。そのときちょっと悔しかった。あれはおばあちゃんのものじゃないのかよって言ってね、ほんと、じだんだ踏んじゃいましたよってね。ちょいね、甘噛みでもないな。もうなんだ、このっていうね、つまりっていうか、どもりっていうのかな。まあ、甘いものってなんだ？ヘキトラハウスが動画で紹介してた缶詰紙ですね。本当に。甘い缶詰紙ですね。すごい甘いらしいですよね。考えただけで吐きが、まあ、これ、そう、ギャグでやってるわけじゃないですよ。まあ、僕は想像力が豊かなもんでして、すぐ吐くんですよ。俺多分ね、世界一の自己暗示人間とまではいきませんけど、多分まあ、日本でね、まあ、20位中に入るくらいね、やっぱ自己暗示得意なんで、本当に。犬がね、犬の餌ってなんか美味しい、犬がうまいと思う方のね、その生い方の餌があるじゃないですか。あれまだ開けてないのに開けるよって言って、うえって言うんですよ。でもね、すごいね。うちのワンちゃんにとってすごい迷惑なやつですよ。人のご飯で、うえって言うってね。本当に。超嫌なやつですよ、本当に。だから友達できないんだよ。って思ったんですよね。本当に。はい、髪の毛の先っちょってね。ちょっと、どんなボケだよって言おうと思ったら、アピールだもんな、これ。髪の毛先っちょアピだもんな。あー、でもね、本当に久しぶりに話したくて、今日はね、お母さんが夜勤から帰ってくるまで、夜勤って言ったらちょっと個人情報バレちゃうけどさ、帰ってくるまで僕は喋り続けますよ。やった、久しぶりに喋れる。その、TikTok で流行ってるやつ、これね。なんだあれ。見てると腹立つよな。いやー、ほんと話したいことがね。いや、でも思ったんですよ。僕、やっぱ毎日話そうと。親たちがいない時間に頑張って俺は起きるようにします。ね、お母さんが夜勤行ってる時は今日ぐらいの時間。もうお父さん今仕事行ってるか分かんないけど。まあ、これね、お父さんが忘れ物しなければ今は多分いないと思うんですよね。で、まあお母さんがね、まだ何時帰ってくるのかな？知らないけど、まあ、早い時は10時。まあ遅い時はもう5、6時とか。まあ、それ夜勤じゃねえじゃんってなるけど、まあ、いろいろ買い物してんじゃないですか。まあ、そうなりますけど、まあね、お母さんが帰ってくる予兆が見えるまでやろうと。いやー、やっぱね、すごい、久しぶりに話すると。で、ないんで毎日話そうと思って、俺やっぱデブでもう大台に乗った。100キロ行きました。100キロ行ったってことは、そのもうやべえわけよ。もういつ死ぬか分かんない、脳梗塞で。だったら毎日ね、僕のね、人生で、今、大きな、大黒柱。縁の下だし、大黒だし、っていうね、スーパー趣味柱こと、おしゃべりくんがね、
僕の趣味なんです。やっぱりね、口を動かすことが好きで、そのね、面白いやつ風の喋り方をするのが大好きなんですよっていうのは、みんなに見て、外面トークね、これ。内面だと面白いんで、俺は。っていうのね、最近主張し出すようになった。ね、なんと、ね、思想を持ち始めたロボットみたいなね、叩かれ方するんですよ。やっぱ YouTube ってもうロボットみたいですよね。なんか特定の考えをみんなにこう、どうよって言ったら、こいつ考えが生み始めた、ぶっ壊さなきゃみたいな感じになってみんな叩くじゃないですか。いや、人それぞれね、少しね、尖っているってわけで、鋭いっていうのかな。まあ、そういう意見ってあると思うんですよ。なのにね、それを強制しようと。お前は教師かと。なあ、学校の教師かと。ね、あそこはね、社畜錬成工場こと学校ですけども、学校は大嫌いだなっていうのが分かるお話ですね。はい、いや、そんな嫌いじゃないって言いながらね、もう学校行ったら震え止まんないですからね、ブル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 ってね、高橋名人の5倍くらい震えてますから、もう一種の踊りですよ。 MC ハマーもびっくりだよっていうね、ツッコミっぽいことがしたくて出たワードが MC ハマーって、こうやって首こうやって動かしてるだけじゃねえか、あれ全然震えてねえ、喜びの舞だっていうね。ボケにボケにボケ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 ボ
まあ、今の元ネタね、電気グルーヴの電気ビリビリです。こういうのね、逆に今、俺がどうこういうね、表現に至ったかの元を説明してくれる。俺、世界で一番優しい表現者だからな、みんな。いや、もう頭おかしいな、俺は。いやー、実感しますね。面白、おかしい人間ですよ。いやー、本当に笑顔、俺の笑顔見とけ、みんな。みんなにね、特に何もしないですけど。いやー、でもなんか170人になって減るのが怖いから動画出してないのかっていうと、あ、そういうわけでもない。ぶっちゃけ減った方が嬉しいっていうか、お、俺の良さまだわからねえよなーって、俺変わってるみたいなことを実感するために減ってほしいと思ってるんですけど、今俺波が来てるんですよ。ね、俺がちょっと、もうやってやんよーって、俺はエゴのために生きてやんよーって決意したらね、チャンネル登録者が2人増えたんですよ。痛い痛い痛い、肘が痛い。ここに痛風が出るタイプ。うん、ちょっとやだな。いやー、でもお尻痛えよ。あ、カメラつけっぱなしだとね、スマホって熱くなるんだよね。なんでだろうね。なんでそれ。本当に。なんでだろうねって、なんなんだよって話ですか。お久しぶりぶり。あー、でもタイトル最近なんかせんね。すごいひどいよね、YouTube 運営ね。あー、もう俺マジで YouTube 運営にチャンネル消されたらもうなんかもうな、もう過激チャンネルをもう一個サブで作っとくわ。もう、YouTube 運営、うんっていうのをね、ずーっと言い続ける。もう毎日に、ダッ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 って言い続ける動画をアップしつつの、いや、でもいろんな、ジョンさんもね、ちょっと目つけられてるからね、最近 YouTube 運営が異常に厳しいわけ。だから多分ジョンさんも動画消してたんで、なんでわかるかっていうと、YouTube ランキングでガンガンガンっていうね、総再生回数がガン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 って、総再生回数って絶対下がらないんですよ。ねえ、で、下がる方法としては非公開と削除。もしくは限定公開かな。まあ、限定公開も入るのかわかんないけど、ガン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 みたいな感じになってるんですよ。ってことは消してるんですよ。もうね、YouTube 運営が暴れ始めたと。ね、もう暴走し始めてるんですよ。意味が散消されましたね。いろんな人が被害に遭ってますよ。ほんとこれひどくないか。まあ、YouTuber もうね、ユートピアからディスプトは、ユートピアじゃねえよな、全然。もうね、趣味さえできなくなってるんですよ。もうテレビですよ、YouTube なんて。ね、そんなん面白くねえよと。でも俺は過激なこと一切してないですけど、喋ってる内容むちゃくちゃ過激だけどね。ある意味じゃない方の、でも、こう、もう二つですよ、これ。ダブル。ダブルといえば、何ですか？双子ですっていうね。おぉ、YouTube 運営に適した適材じゃないですかっていうね。いや、まあね。ゴールド、ゴールデン、ボルボルボールっていうね、ちょっとね、まあ、汚してますけど、汚して、濁してますけどね。まあ、そう言ったらさ、キャ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 ってみんな笑ってくれると思うけど、うん。俺そこあえて言わない。双子かって。いやー、かわいい表現だ。ウブだねー、君人類ウブだよーってね。ちょっと人類ウブってちょっとよくわかんないですね。まあ、ちょっと考えますか。人類ウブに変わる、おー、それっぽいねーって。ババアが言うと、それっぽいねーって言葉探しますか。なんだろうな。人類ウブ。やっぱりまだまだ若いねー。
ドゥンディレルン。あ、最近ね、あの、ディッパ乗りとかやってませんね。あの、いや、やんなくなったんですよ。いいかなって、めんどくせえなって思って。いや、そのね、ディッパ乗りなんだ。初見の人見てるくらいもしてね。なんかすごいね、俺は、あの、クーペペペペペンっていうね。すいません、あの、オノマトペと手の動きじゃわかんねえし、そもそも手の上の座標バグってしちゃいってるしってね。うん、いや、バグるって使いたいよね。まあまあ、ケクケクケクンって言ってね。やっぱそれね、チャンネル登録してくれましたって表示くるんですよ。パーカーンって言って、よっしゃ見に行こうって言ったらね、わけじゃないんですよ。あの、単純にツイッター、僕すごい最近ツイッター活発にやってましてなんとね、ツイッターのフォロワー数の方がね、多いんですよ。YouTube よりもパパってね。TikTok はね、2人です。インスタは3人です。で、多分それ迷惑アカウントです、全部。適当にフォローしてる人。なんかね、やっぱね、俺すごすぎるんですよ。TikTok もいいのわかんないもの作ってたら、ゼロです。さすが橋本教授ほどね。いやー、言わんばかりのね、やわさ。まあ、どんな動画出してるかっていうとね。まあまあまあ、それが TikTok 集でしょ。橋本教授のチックタック集って言ったじゃないですか。まあ、チックタッタタ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 今、ツバゲージがビュー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 ビってマックスになってね、溢れ出ちゃいました。でね、ツバゲージが溢れ出たんじゃなくて、ツバが溢れ出たんだ。そこ、あ、ツバが溢れちゃいましたよって言っちゃえばいいのにな。なんでそれ、ツバゲージがって。ツバゲージなんてねえよ、本当に。いや、久しぶりに喋れますよ、本当に。いや、こんだけ楽しいってもう地球終わんの？マジで。こんだけの楽しさを、ま、運命がくれてんのか、神様がくれてんのか、俺にくれてんのか知らねえけどさ、え、人類終わんの？え、地球終わんの？っていうくらいのね、楽しさというね、まあ、感情なのかよくわからない何かをね、今、もらってます。そして、始まる感想がこちら。楽しいってね、ごく一般的なね、さすが、ね、一般人の星の下に生まれた男こと、始まる教師郎でございますか。まあまあまあね、久しぶりですよ、ということでの前、この前に投稿してるのか、まあ、こっちかわかんないです。俺ね、一気に公開するんで、順番はわかんないですけど、まあ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 、先に公開してる動画ってだいぶ前の動画なんで、俺何言ってるかわかんないです。ああ、タイトルつけなきゃいけないんだ。めんどくせえまーっていうね、タイトルをつける動画も作りますけど、今回はほんと喋りたいから、あの、タイトルつける動画めちゃくちゃ喋っちゃうから、多分7年くらいのね、ボリューム。もう7年っていう言葉をね、使うようにしてね、みんなも、だからね、どういうギャグするか。下汚いな。すごいラグ。時間差がすごいな。すごいな、俺。いや、ラグ。いや、すごいラグの言ってるすごいラグ。ん？あ、違う。いや、今、俺がやりたい僕もう一回やりました。え？いや、すごい。ラグ。いや、すごいラグの、すごいラグ。はい、これですね。いや、すごいっていうまででラグがあるのに、いや、すごいまで言って、ラグって言葉を出すまでのラグがすごいっていうね、時間差。違うな、時間差じゃないな。ただ単純に、声が遅れて、いや、遅らせているよ、のね。それじゃん、声を、遅らせて、いるよ。って全然遅らせてないっていうね。遅らせてって言ったらね、もう遅らしてるんでしょ。いるよーにはね、その魔法が、遅くなっちゃう魔法がかかんなかったんだね。ってね。すごいですね。子供に何かを教えている、子供以上、まあまあまあ何歳だろうな。あの子供を下と見ている、クソ野郎人間のものまで、まあ同じなんか言語がバー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 できるみたいなね。うん。ディスカッション。ディスカッション大好き。はい、ということで、8万エンジンがベン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 、もう入ってきました。どうするどうするどうするの次のコーナー行きましょう。